こんにちは、お肉です。今回は韓国で2月22日にデビューが決まった JYP のシンガールズグループ NMIX の紹介についての動画になります。はい、ということで今回ですね、こちらのねデビューポスターっていうものがねこんな感じで出たので、ちょっと今回 NMIX のメンバーがどんな感じなのかっていうのをねちょっとお伝えしようと思っていて、本当に JYP の新グループめちゃめちゃすごいんですよ。っていうのもビジュアルはね本当にもちろんなんだけど、でも実力も素晴らしくって、ね、今年って本当にもうガールズグループ戦争じゃないですか。大手からもデビューするし、本当にいろんなグループがデビューするって中で、もしかしたらこの JYP が天下を取るかもしれないってぐらいメンバーも素晴らしいものとなっていますので、ちょっとね見ていこうと思います。はい、というわけでまずこの NMIX っていうのは NEXT、NOW、NEW、未知数の N っていうのと、あと多様性の言葉のミックスの合成語として新しい時代の責任を負う最上の組み合わせっていう理由で付けられたもので、この子は歌が上手い、ダンスが上手いっていうのはあるみたいなんですけど、でもみんな全部できるっていうオールラウンダーしかいないっていうのが JYP の売りらしくって、いやとんでもないグループ来たなっていうふうに思うので、もうこの動画が終わる頃には皆さんの推しもできてるんじゃないかなということで、早速紹介していきます。日韓国では女の子の K-POP 情報についてもたくさん更新していますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。7人メンバーなんですけど、1人目から紹介していこうと思います。まず1人目がこちらです。リリーちゃん。もうリリーちゃんに関してはすごいね騒がれてたので私も知ってるんですけど、オーストラリア人のお父さんと韓国人のお母さんの下で生まれた韓国系オーストラリア人の子なんですけど、この子が2002年10月17日生まれの19歳で、身長が166センチで、でこの子がなんでねもともと有名だったかっていうと、 K-POP スターシーズン4っていうものに出ていて、もうね圧倒的なね歌の実力らしいんですよ。なのでもともと注目もねすごいされていたみたいだし、この K-POP スターシーズン4に出たことで JYP とも契約したメンバーとなっています。はい、もちろんビジュアルも美しいんですけど、もうこの子に関してはもう歌がすごいということでね注目してみてください。そして2人目がこちら、ヘウォンちゃんですね。ヘウォンちゃんは2003年2月25日生まれの現在ね18歳なんですけど、なんとこのヘウォンちゃんに関しては NiziU のあるメンバーとね共演したことがあるんですよ。この子もすごい歌が上手くて有名な子なんですけど、なんと2018年に JYP に入社して、2019年のあの練習生のねショーケースっていうものが JYP にはあるんですけど、そのショーケースで NiziU のリマちゃんとビリー・アイリッシュさんの曲をね披露したという、なんとも素晴らしい。なので NiziU のマリミは知ってるんじゃないかなっていうところで、やっぱりこのイッチに関してはもう先輩って感じで多分NiziU も持ってると思うんですけど、この NMIX に関してはむしろ後輩っていう感じで思うメンバーもいるんだなっていうところで、なんかすごいなんか熱いなって、なんかついにNiziUの後輩グループもいるんだなっていうのですごく、はい、びっくりしてます。はい、そして次がソルユンちゃんで、ソルユンちゃんは2004年の1月26日生まれの18歳で、この子もね身長が166センチあるみたいです。でこの子ねめちゃめちゃ可愛くないですか？私すごいね、この子可愛いってずっと最初の方から思ってたんですけど、この子は JYP にもね、もちろん合格してたんですけど、YG とか SM とか、あとファンタジオの事務所のオーディションにも合格した子みたいで、そして練習生も2つくらいねの事務所でやっていたみたいなんですけど、今ウリムっていう事務所でデビューしているロケットパンチっていうグループ皆さんご存知でしょうか。ロケットパンチのメンバーとしてデビューする予定だったんですよ。この子はもちろん実力もあると思うんですけど、ビジュアルが本当に注目されているので、これからはいすごく楽しみですね。きっとすごく話題になると思います。そして次こちらジニちゃんなんですけど、ジニちゃんは結構ね初めの方にのビジュアルが出て、もうこの子可愛いっていう風に言ってる方とかも結構多く見られたメンバーなんですけど、この子は2004年4月16日生まれの17歳で、身長もね167センチで、みんなすごいね、なんかこんなに身長って揃うんだっていうぐらいビジュアルとあと実力もあるのに身長も同じぐらいっていうのがすごいびっくりなんですけど、この子に関しては12歳の頃から JYP の練習生としてやってきたので、5年間ぐらい、リリーちゃんもね7年間ぐらいやってたっていう長い時間練習をした練習生で、まあ、現在ね結構短い期間でデビューするアイドルとかも結構いる中で、やっぱ5年とか7年積んでやってるって相当実力も高いものなんじゃないかなというふうに思いますし、この子に関しては 2PM のあのニックンのソロの MV にもね出たりしてるぐらい、 JYP ってその練習生の間から結構使われたりする子も TWICE のメンバーとかもねしてたので、他のアイドルの MV にも出てた子ですね。はい、そして次がベイちゃん。ベイちゃんは
はい、2004年12月28日生まれの17歳。いや10代でこの見た目ってどうなの、びっくりすぎない？なんか自分の中ですごい信じられないんですけど、この子に関してはオーディションではなくってスカウトで練習生になったメンバーです。ベイちゃんに関しては雰囲気があのイッチのリュジンちゃんに似てるっていう風に言われてるんですけど、確かにちょっとクールな感じで独特のオーラを持ってる子だなって、本当にリュジンちゃんもそうだと思うんですけど、このベイちゃんに関してもそんなメンバーなんじゃないかなっていう風に思いました。はい、そして次がこちらジュウちゃん。私ジュウちゃんの見た目もめっちゃ好きなんだよね。見た時にめっちゃ可愛いって思ったのがジュウちゃんで、ジュウちゃんは2005年4月13日生まれの16歳。そして身長が166センチで、この子も2018年の13歳の時に練習生となっているので、16歳なのにもう3年ね練習生をやってるっていう、すごいね、みんな若い時からなんだなっていうのと、あと JYP は本当にねめちゃめちゃちっちゃい頃から練習生にして、でそこから育てていくっていうのが本当に素晴らしい事務所だなっていうふうに思うんですけど、この子に関してもすごいビジュアルっていうのがすごい注目されてるんですけど、でもダンスがめっちゃ上手いみたいなのなんですけど、私が見たステージが歌だったんですね。だから歌もダンスも本当にできる子しかいないんだなっていうところに驚きが、ね、あります。はい、そして最後がこちらギュジンちゃんですね。ギュジンちゃんもマジ可愛いってか、みんな NMIX はなんかかっこいいクール系もいるし、綺麗系もいるし、可愛い系も美しい系も全てもうオールジャンルいるっていうね、この7人最強でしょう。ギュジンちゃんは2006年の5月26日生まれの15歳。めちゃめちゃ若い。この子が万年になるみたいなんですけど、身長が167センチ。え？ 167センチもあるんだ。てか、ほんとすごいね。身長がすっごいバランス取れてるんだけど、こんなうまくいくの？ユジンちゃんはなんといってもね、表現力の高さがすごいみたいで、歌もね、もちろん上手い中で、しかもこんな可愛らしいルックスなんだけど、すごく表現力ある子みたいで、私、表現力ある子めっちゃ好きなんですね。なんか今まで結構推しになってきた子とかも、すごい、なんか可愛い見た目だけど、こういうのがあるとか、なんかクールだけどこういうところがあるとか、そういうなんか歌ってる時とかダンスとかもすごい表現力が強い子が推しになることが多いので、私はねこの中だったらもしかしたらギジンちゃんを推すことになるのではないかなと思っています。はい、そんな感じで NMIX について紹介してきたんですけど、2月22日にファーストシングルのアドマーレ、ちょっとごめんなさい、読めないんですけど、こちらをねリリースするみたいなので、はい、楽しみにしたいですし、実はねこの NMIX に関しては去年の7月ぐらいに、まだメンバーもグループ名も何もね明かされていない時に CD を売ってたんですよ。でその時に買った人には特典があるみたいな感じだったんで、私購入したんですね、確か5枚ぐらいなんですけど、だから東京のね家に届けちゃって、今その東京の家をねもう解約してしまったんで、そこどうなるんだろうと思って、なんかね問い合わせしても連絡が来ないっていう状況でね、めちゃめちゃショックなんですけど、もしちょっと CD がねお家に届いたら、ちょっと皆さんにもね見せようと思いますので、楽しみにしていてください。こんな感じで皆さんのこの NMIX についての感想をちょっとコメントでたくさん教えていただけたら嬉しいなっていうふうに思うので、よろしくお願いします。そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは。